さん、よろしくお願いいたします。本日はうちの特別講義ということでお越しいただき本当にありがとうございます。次の講義の合間をちょっとあって時間いただいてちょっとインタビューさせていただければなと思います。クルーさん、1982年に、テレビドラマでデビューということなんですけども、デビューのいきさつだったりきっかけみたいなのをちょっとお話しいただければと思うんですけど。はい、本当にデビューは思いがけずデビューになったんですけど、僕はちょうどアメリカの大学通ってる頃、はい、夏休みだけ日本に帰ってきてたんですよ。でその夏休みの間、日本にいる間に あるドラマ、名犬五郎の冒険っていう2時間ドラマなんですけど、そのドラマの、役の中にバイリンガル、英語と日本語両方喋れる、ないといけないという役があったんです、というのもそのドラマが、カナダ1ヶ月間のオールロケ、ドラマだったので、やっぱりどうしても向こうの俳優さんとの絡みがあって英語も喋れないとダメ、でやっぱり日本語も喋れないとダメっていうことで、当時、まだそんなにバイリンガルの、俳優さんがいらっしゃらない時期で、たまたま僕はそのプロデューサーさんとお会いしたらもうその場で、決まりまして、で それがデビューになったんですけど、だから本当にその俳優を目指してとかっていうことではなく、なんか運よく転がり込んだっていう感じなんですよね。はい、黒田さんにとってそのこういう今も含めてそうなんですけど俳優業やられてて、はい、その時は全く一切考えてなかったってことですか？そうですね、もちろん楽しそうだなとか憧れはなんとなくね、みんなと同じぐらいのレベルではあったんですけど、まずはそれを、将来の仕事にしようとは思ってはいなかったですね。その当時から言うとこう今まで、こうもう長年ですよね、もう何十年とやられてきて、だからそういう意味でここまで長く続くっていうことはもうその時は、想像もじゃあしなかったっていう。そうですね、本当に途中何年かしてでもまだ、一生これでとはなかなか思ってはいなかったかもしれないです。どっかで、またアメリカに帰ってっていう、帰ってまた大学行ってっていうのがどっかにあったのかもしれないですし、でもやっぱりやっていくうちにどんどん面白さというか楽しさというか、当然お仕事の方も増えてったっていうのもあるんですけど、気がついたら、ずっともう39年になります。来年40周年なので、続いてますね。でもひょんなことでこうスタートして40年経って、来年ですから40周年で迎えるにあたって、心境的にはどうなんですかね。そうですね、本当にこの仕事って終わりがない、ゴールがないというか、もうなんだろうな、ここで終わりってことがないんですよね。常にやっぱり前に前に進んでいって新しいこともやっていかなきゃいけないし、で僕またいろんなことやるのが好きなので、俳優業だけではなく、音楽歌もやりたいですし、舞台で舞台の芝居もしたいですし、あと宝石の方のプロデュースもしたいとか。あ、そうなんですか、ジュエリーの。はい、あとメガネのプロデュースもしたいとか、実は僕が今しているこのメガネも、アーサー K というメガネなんですけど、メガネをプロデュースしたりとか、あとアパレルの方のプロデュースしたりとか、あとはゴルフと、ボウリングなんですけど、これも本当に趣味が、仕事につながってってるので、皆さん本当にね、趣味は極めた方がいいです。なるほど、それがいつの間にか仕事につながっていることが多いので、特に我々の仕事は、ゴルフならば、大きな大会がございます、芸能人だけの大会があったりして、でそれが極めていれば、極めたというとちょっと偉そうなんですけど上手になっていれば、それがチャンスで、例えば僕平尾正明さんのチャリティーゴルフで優勝をさせていただいて、BMW の新車を副賞としていただいたことがあるんですよ。だからそういうラッキーなこともありますし、あとゴルフってすごくいろんな方と一緒に、知り合う機会が多いんですね。それは例えばプロデューサーさんであり、
大きな会社の社長さんなり、やっぱりあのゴルフってすごくあの社交場として非常に、はいはい、あのいいところですね。一日一緒にやっぱり回るんで、その一日回ってるうちに心が打ち解けるというか、うん、その人の性格が分かるんですよね。はい、で本当に一日回ってその気に入っていただければ、そこからなんか仕事のオファーが来たりとか、いや実は今度うちの会社でこういうイベントがあるんで、ぜひあの出演してもらえないかとかっていうお話につながったりもしますし、あでも決してそれを目当てにやってるわけではないんですけど、なんかあの、まあ、偶然そういうことが多いので、はい、あのゴルフはやっといた方がいいです、はい、あと今ボウリングもねすごくあの頑張ってやってるんですけど、ボウリングの方はプロテストを受けるぐらいの、あそうなんですか、はい、あの勢いでやってて、まあ、今年受けたんですけど残念ながら落ちちゃったんですが、じゃあ大会とかも結構出られてるってことですか？はい、あのプロの大会にゲストで呼んでいただいたりとか、これもまたあのあの、まあ、ボウリングを極めれば、ボウリングのイベントもあるんですよ、はいはい、プロと例えば黒田朝さんをセットにしてその大会をちょっとチャレンジをするっていうのもあって、まあ、そういうゲストに呼んでいただいたりともこともあるんで、やっぱり趣味を生かす、それを趣味を極めると何かこういいことがあるっていうか、だと思うんですよ、はい、今日こう講義あの受けてくれた方々にもすごいいいメッセージだと思うんですよね。本当趣味を極めるって、そうですね、はい、あの本当に何にこう結びついていくかって本当にわからないと思うんで、はいはい、そうですね、あの我々の仕事は本当にあの何でもやって損はない仕事なんです。マイナスのない仕事だと思ってるんで、マイナスもプラスにできる、悪いことでもいいことに還元できるんですね、はい、それをまあ肥やしに、演技に生かしていただきますし、はい、だからそういう意味ではマイナスのない何でもやっていい仕事だと思います、はい、まあ、もちろん犯罪はダメです、それ以外です、はいはい、あの本日今日こう講義1回目やっていただいたんだけど、はい、まあ、その方たちも、まあ、こう今のうちでこう演技を勉強しながら、はい、まあ、現場とかにもこう行くんですけども、はい、こう黒田さんにとってこう現場で気をつけることとか、はい、なんかそういうところでこ うちの所属生にこうアドバイスできるものって何かありますかね。そうですね、あの現場って本当に学べる場なんですよ。あの現場を学ぶ場っていうとちょっと失礼になってしまうかもしれませんけど、あの1ヶ月の受講をするよりも1回の現場の方がすごく勉強になるんです。というのはやっぱり本当のプロの集団がそこにいますから、プロの仕事がどういうものなのかっていうのを目の前で見れますし、あとはプロの、俳優さんがどういう芝居をするのか、エキストラで行ってて、ただ漠然と座ってて、はいはい、そこの画面に映ってればいいっていう、まあ、エキストラさんなんでそれでもいいんですけど、でもせっかく行ったならばそういったものにいろんなアンテナを張って見てほしいんですね、はい、それがせっかく行ってるならそういうチャンスはなかなかない、はい、僕もあの以前こうマネージャーもやってて、はい、あの現場とかに、まあ、あのうちの子たちがこう連れて行くんですけども、はいはい、やっぱりそこの姿勢ってすごく僕大切なんじゃないかな、はいはい、やっぱりそうやって現場をこうしっかりと、さっきあの黒田さんも言ってくれたようなアンテナを張ってる子っていうのはやっぱり僕が見ててもまあ伸びてきますし、はい、そういう部分ではそのやっぱり僕も現場ってすごく大切だなって、はい、本当に現場で覚えることいっぱいあります。ちなみに黒田さんの中で現場で一番こう身についたなっていうものってどういうところなんですかね。ですね、やっぱりあの裏方さん、例えばカメラさんもそうですが、照明さん、音声さん、そういった方々がどういったことを求めて今、やっているのかということを考えるようになっているんです。ですからあのやっぱり気持ちがやってる、あの照明さんがじゃあ例えばここを当てたいんだな、俺がこっち向いちゃったらこれ影になるなとかっていうのを少しでも気にすると、あの照明さんは分かってくれてるんで、あいつ分かってるな、
すごいなって思ってくれたりしますし、で、あのカメラさんがどういう今フレームでどういうサイズで撮ってるかっていうのも、分かるようになってくれば、それもやっぱりここに出ちゃうと、あ、フレームから出ちゃうなとかあるじゃないですか、あんまりここでアップに来てるのにこうやって動いちゃうとダメ、やっぱりここがアップなんでしっかり止まってなきゃいけないとか、そういうのも気にして常にやっぱり演技をすると、カメラさんもこいつ分かってるなっていう風になりますし、当然あのモニターを見てる、あの監督さんも、あの何も言わなくてもこれ分かってるなっていう風に思ってくれますから、そういう、なんだろうな、裏方がどういう風なことを今、求めてるかっていうのを常に、気にしたり気にして、るといいなと思います。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、それとまあ、先ほどこう講義やっていただいた時に、はい、こう若い子だけじゃなくて、うちこう、まあ、セカンドライフじゃないですけど、そうですね、ちょっと年配の方が本当にこう頑張っている環境で、はいはい、で、まあ、これ聞きたいのは実は僕がそうなのかもしれないですけど、クロンさんのこの若さの秘訣とか、これは何なんですかね。よく聞かれるんですよ、どうしたらそんなにって言われるんですけど、いや絶対言われると思うんですよね。僕の中では特にこう何かを気をつけて何か若くいようっていうことで、別に食生活とかも、はい、夜中にポテトチップも食べますしジャンクフード大好きですから、だからまあそういう意味では体質的にそこは親に感謝ですよね、あんまり太らない体質なのかもしれないですが、でもやっぱり鍛えてはいます。ジムに行ったりとかはしてます。そうですよね、ゴルフやったりボーリングやられるにはやっぱ体力って絶対的に必要ですからね。そうですね、それは体型を維持というよりも、そのおっしゃる通りゴルフのためボーリングのためにやっぱ体幹を鍛えておかないと、体が持たないというのと、あといいショットを打てるのがありますからそこはちょっと頑張ってやってますね。やっぱり年とともにどうしても衰えてきますんで、そこは。え、黒田さんは年を感じるときってありますか。こう僕まあ、こうお話しさせていただくにあたって、こうブログとかもちょっと見させてもらったんですけど、はいはい、すごくこうアクティブにこう動いてらっしゃるなってすごい感じたんですけども、本当によく言われます、はい、よくゴルフ行ってボーリングどうやってそんなに体力を持つのって言われるんですけど、これはね、好きだからやっぱりできるんですよね。楽しいし好きだからできるし、また何だろうな、特にその気にしてないんですよね、大変だっていうのは。やっぱり好きだから別に大変とか思わないし、はいはい、楽しい方が勝ってるんで、だからできるんだと思うんですけど、ちょっとおかしい。いや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 、そうでもないですよ。でも本当に幅広くやられて、ちょっとまたちょっと戻していただくんですけど、はい、こうまあ、今こうちにいる子たちでどちらかというとやっぱ演技をこうメインにやられてる方たちがすごく多いんですけど、はい、こう対相手にと演技するにあたって何かこう気をつけていただいとかっていうのとかっていうのはありますか。そうですね、例えば台本をいただいて、セリフがありますよね、で会話のセリフがあったりして、で丸覚えして、で相手がこう来るだろうって決めつけちゃって現場に入っちゃうと、全く違うお芝居、自分が想像してたお芝居と違うお芝居が出てくることもあるんですね。でそういう時にやっぱりちょっと戸惑ってしまうかもしれないし、なのでなるべくそこは決めつけずに、やっぱり相手とのキャッチボールなんで、現場に入ってどういうふうな相手が、お芝居で来るかっていうのはその場で分かることなんで、で逆に言えばそれが自然なことなんで、初めて誰かと会う時にお話しする時に相手はこうやって喋ってくるだろうって絶対思わないわけですから、はい、だからいかにやっぱり自然にそこが、できるかっていうのが見てる人にとっても気持ちがいいもんだと思うんで、あまりキメキメのお芝居をするとちょっと臭いなってなってしまうから、はい、僕的には
あんまり臭いお芝居好きではないので、なるべくナチュラルな、本当にこうやってお話ししてるような、これが今全部セリフでも、はい、台本で書かれてるっていうぐらい、これぐらい自然なお芝居がしたいなって常に思ってるんで、それは映像であっても舞台であっても変わらないっていう感じですか？同じですね。ただ一つ大きな違いはやっぱり舞台と映像ではステージが違うので、舞台の場合はアップがないです、はい、カメラの、はい、映像 で、ね、はいはい、全部引きの絵なん でやっぱりお客様は引きの絵で見てますから、これぐらいのなんか小さいお芝居をしてたらやっぱり伝わらない、そこはちょっと大きくやります、はい、そこはナチュラルにはちょっとやっちゃうと、お客様に伝わらないことがあるので、でも逆に言えば映像の場合はこれぐらいでも十分、逆に拾ってくれますね、はいはい、アップも来ますし、はい、本当に何もしないで目をこうパチッてやるだけでも十分それがなんか意味があったりとかするような映像も撮れるんで、ただ舞台の場合はそれは全く見えない、ね、ここで目をちょっとこうやってやったとしても、はい、お客さんには伝わらないんで、そこはちょっと大げさにやってあげないといけないっていう違いはあります。だからそこをなんか舞台の芝居を今度映像の方に持ってきちゃうと、はいはいはい、ちょっと動きすぎちゃって、カメラさんに怒られます、はいはい、ちょっとじっとしてるなって、はい、その辺の違いを、分からないといけないんですよね。いや、すごいためになる話だと思います、はい、これから本当に目指してる子たちに、はい、そしてもちろん来ると最後に、はい、僕たちの方は本当に下は6歳からいるんですよ、で上は本当に70近い方まで、はい、本当に一生懸命こう芸能というところを、はい、世界を目指して、最後にその目指している方々にちょっと、はい、まあ、メッセージじゃないですけどアドバイス等々いただければと思うんですけども、はい、本当に、まあ、俳優なり、その芸能界というのは、特に年齢が決まってるわけではないですし、定年もありません、いくつからでもできますし、70歳ならば70歳の役もありますから、決して、遅すぎるとか早すぎるとかもないです。とにかくその年となりの、役割が絶対にあるんで、諦めないで頑張ってほしいですし、あとチャンスは必ず落ちてます、そのチャンスを拾うか拾わないかが、勝負なんですよね。だからそのチャンスを拾った時にいかに掴んで次のチャンスにつなげられるか、一回拾っただけでは、そこで終わってしまうことがあるんで、これせっかく拾ったんなら、これをさらに広げられる努力が今度は必要になってくるんです。チャンス、まあ運ですよね。運は落ちて拾えるんですけど、そこから先は自分の努力がすごく大事になってくるんで、次の、運が拾えるぐらいのやっぱり努力をしとかないと、次がないと思います。だからそこは頑張ってください。はい。はい、黒田さん、本当にいろいろなお話ありがとうございます。本当にうちの所属で、もう、なんすかね、ためになって、こう、これから目指すっていう、もう最後の言葉なんか、僕、すごくいいなと思いましたんで、見てる方たちも本当に頑張っていただければと思いますので、はいはい、じゃあ黒田さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。